糖密する聖陽王丸花鉢聖ルハナバチは、昆虫綱八目ミツ蜜チ化に分類されるマルハナバチの一種。ヨーロッパ原産で、日本には、外来種として野外に定着している。ヨーロッパ原産。日本やオーストラリアなどに移入分布している。体長は、女王鉢で18から22ミリメートル、働き鉢で10から18ミリメートル。 丸花チ共通の特徴である丸っこく毛むくじゃらな体は本種も同じである。胸部と腹部は黄色と黒色の縞模様で腹部第五節から先端までが白く、日本ではこの真っ白なお尻が他の丸花チ類と本種とを区別するための大きな特徴となる。北海道東部に生息する在来種のノサップ丸花チの働きチに姿がよく似る。 上鉢、働き鉢、夕鉢いずれも反問に違いはない。市街地など庭先でも普通に見られる。エゾ紫キツ,ツジ紫クサエゾエンゴクアブラナ、紫クサラベンダー、コスモスなど花を訪れ、花粉や蜜を集める。本種は、下が短く、花弁の脇に穴を開けて、蜜を集める。そのため、おしべに触れることなく、 植物の受粉に貢献することはない。女王が単独で越冬し、4月頃に目覚め、5から6月に土中に映像する。マルハナバチ類は、ネズミの古巣を利用して地下に映像するが、適当な巣が限られるため、他のマルハナバチの巣を乗っ取ることがあり、特に本種はそうした巣の略奪をよく行う。イギリスでは、5つの頃に25体もの女王バチの死骸が、 発見されており、同種間で激しい巣の奪い合いが発生しているものと考えられる。必ずしもネズミの古巣だけを利用するわけではなく、捨てられたカーペットや椅子、芝刈り機といった人工物や人家の床下の断熱材の中に餌をしている。事例も報告されている。一つの巣あたりで産出される蜂の数は、 働き蜂とオス蜂で800から1000匹、新庄大蜂は60から180匹にもなる。ニュージーランドでは900匹の新庄大蜂と3000匹の成虫蜂を産出した巣が発見されたこともある。この衛層規模は他のマルハナ蜂類と比較しても圧倒的に巨大で、北海道の調査では本種の一層あたりの新庄大蜂の産出数は在来種の蜂と比べて、 約4倍との記録がある。32度以上の環境下に長時間さらされると、花粉で作られた巣が溶け出してしまい、幼虫が死亡する。スズメバチのような攻撃性の強い蜂ではなく、日常生活で刺される事態は、まずない。しかし、本種は、マルハナバチ類の中では、巣の防衛能力が強い種なので、巣を駆除使用する際は最新の注意が必要である。 聖マル花鉢は1980年代にオランダとベルギーで周年飼育法が確立され農作物の花粉媒介昆虫として世界中で利用されている。日本では1991年に静岡県農業試験場で初めて導入された。温室トマトの十分に用いるため原産国であるオランダやベルギーから 人工増殖コロニーが1992年頃から本格的に大量に輸入され始めた。西洋オ溶マ丸花鉢の導入によって労力のかかる植物ホルモン剤処理を行わずに簡単にトマトの結実が可能となりトマト生産の効率化に大きく貢献した。またそれまで受古昆虫として利用されてきた蜜チとは異なり本種は過密を分泌しない花でも 効率的に放火する。その結果、全国で利用されるようになり、2004年には、年間を通して、約7万コロニーが流通するようになった。西洋丸花鉢を導入した温室では、換気のために地上近くが開放されており、本種が自由に出入りできる状況にあった。丸花鉢は、ある程度コロニーが成長すると、新城大鉢とオス鉢が、 巣から離れて新たなコロニーを形成するため、容易に野外へ分散してしまう。実際に、トマトの栽培地から、かなり距離の離れた産地でも本種が目撃されている。最初の野外への定着記録は、1996年の北海道門別町の民家の床下で、巣が確認されたことである。現在は日本では、北海道に定着しており、2007年までに27、 都道府県で目撃されている。大雪山などの原生的な環境でも発見されている。本種の特徴的な習性である花筒が長い花に穴を開ける糖蜜行動は、花の死有生殖期間に触れることなく、蜜を採取するため、本来は蜂など昆虫類に、草樹孔を依存する野生植物の繁殖が阻害される、悪影響が懸念される。倒蜜行動が、 植物の種子生産量を低下させることは、エゾエンゴ作などで実証されている。また、野生の植物だけでなく、干渉用に栽培される林道でも、糖蜜によって、花が傷つき商品価値が低下する、農業被害が報告されている。オーストラリアのタスマニア島では、年間 30km という驚異的な、速さで分布域を拡大させ、21か66種の、 在来植物から採取している。植物への影響の他に、西洋王丸花鉢によって、在来の丸花鉢類自体が駆逐される、危険性もある。飼育下では、在来丸花鉢の巣の近くに、本種の女王を送り込むと必ずその巣に侵入して、時には、在来丸花鉢の女王を刺し殺して、巣を乗っ取ることが報告されている。 根室半島の中でも本種が多い地域では、ノサップ丸花チやエゾオマル花チの現象を示す研究もある。原産地のヨーロッパでも本種が、他の蜂類を競争排除して、分布を拡大させていることが示唆されている。オマル花蜂やクロマル花チ、エゾオマル花チとの間に雑種が生じることによる遺伝子汚染の問題も指摘されている。 1996年にカナダで開催された国際昆虫学会において西洋丸花蜂と在来種の絵像丸花蜂との間で雑種が産出されるとの発表が最初の報告であるがその後の追試験では雑種は産出されていないしかし交尾を行うことは確認されており一種間交配により在来種はメスを産むことができなくなるため 本種は事実上は、在来種の不妊化を招くことになる。さらには、輸入された西洋王丸花チから、丸花チ類だけに、体内寄生する丸花チポリプダニが発見されており、在来の丸花チ類に病害をもたらす可能性がある。ダニ以外にも微放し虫や、センチュウなどの寄生動物が本種と共に侵入することも考えられる。日本では、 導入初期の時点で本種が野生化すると生態系悪影響を与える可能性が指摘されていたが自然環境の保全よりも経済性が優先された。1993年には日本生態学会、日本応用動物昆虫学会、日本昆虫学会の研究者が中心となり生陽丸花鉢の導入に反対する文書が配布されたが 在来種の丸花鉢の代替研究が展開され、始めたのは1997年になってからであり、その間に本種は分布を大きく広げてしまった。その後も、日本生態学会は、日本の侵略的外来種ワースト102本種を選定するなど、外来種としての危険性を訴える活動を続けた。2006年になって、外来生物法により、 特定外来生物に指定されたことで、飼育、保管、運搬等が規制され、使用者に対しては、野外出防止の適正な施設を整備し、管理を行うことが義務付けられた。しかし、特定外来生物の指定の是非に関しては、農業関係者や農林水産省が指定に、反対の声を上げ、大きな議論が巻き起こった。カナダやアメリカでは、本種の輸入が禁止されており、 代わりとして在来種が販売され普及している。日本でも輸入元の商社や生産会社の中には在来の丸花鉢への販売切り替えを進める企業が現れ、2000年代になってからは根本的に西洋大丸花鉢を利用しないという流れが確立しつつある。 しかし、西洋大丸花鉢の代用として、園芸倉庫名に利用されている黒丸花鉢なども、また国内外来種となり得るため、野外へ逃げ出さないようにする取り組みが求められる。丸花鉢類の野外への逃亡を防止するにはネットを張るなどの対策があるが、3ミリメートル以上の、感激さえあれば簡単に通り抜けてしまうため、厳重なネット防護と、 細かな施設点検が必要になる。野外へ定着した西洋大丸花鉢を駆除する活動も盛んに行われており、市民のボランティアが参加して展開する規模の大きな駆除活動になっている。北海道では西洋大丸花鉢バスターズを募集して市民参加型の防除活動を実施しており、平成21年度には5419匹を捕獲した。 ありがとうございます。